回ね、夏服いっぱい買ったんですけど、今回は秋服でございます。こんな感じで。サムネ用。映んないな、全然。難しいよね。なんかちょっとこう店員さんのお姉さんと相談しながらアドバイスをもらいながら買うみたいな感じになりました。今回は結構女の子みたいな服多めですね。やっぱあたいも女子なんで。はい、というわけでね、まず一番最初に購入したのがここです。マウジー。これわかんない。マウジーが正解なのか、マウジーなのか、マウジーなのか。マウジーは完全におじいちゃんだね。マウジー、畑くんに野菜取れたよじゃないんだけど、マウジーかマウジーなんだろうけど、どっちかの発音かわかんないです。まずこの今着てるワンピース一着目。チー、このワンピース超可愛くない？このワンピースすごいなんかもう女子って感じじゃん。で、しかもね、すごい嬉しいのが、私みたいなちょっとなんかふっくらしたふくよかな体型からしたら、ここにベルトみたいなのするところがあって、ここはふわーっとなってくれてるから、お腹は隠してくれるし、くびれは作ってくれるっていう、私の中からしたら夢のようなバージーワンピースでございます。これでもちょっと高かった。11,600円ぐらいしました。ちょっとお高めなんですけれども、すごい気に入ってるので嬉しいですね。この服着てインスタ載せたことがあるんだけど、え、このワンピースどこのですかって聞いてもらえることが非常に多かったので、めっちゃ嬉しい、おすすめ。まあちょっと高いけど、なんかお出かけ用とかに1枚持っといて損はないのかなと思いました。続きまして、マウジー2着目。T シャツ、なんか、夏みたいな感じで、ウェーイって弾けた系じゃなくて、ちょっとエモい。ちょっとエモい柄の T シャツですね。これ、ちょっと値段、4980円。5000円ぐらいですね。これ5000円ぐらいしましたけど。まあまだね、9月とか全然暑いから、T シャツ着たいけど、でもなんか、ザ、夏みたいな T シャツ着るのもなんか違うかなってわからんけど思ったから、ちょっとエモい系にしました。はい。続きまして、もう一個ワンピース。これが可愛いんさ。見て、黒でちょっとなんかもう女子みたいな、女子みたいなワンピースになっております。かわいい。これは店員さんが着てたのが本当に可愛くて買いました。すごい買うか迷った。ちょっとこれ女って感じだなと思って、今の私にこれを着こなすことができるのだろうかと思ったけど、あとサイズ的にもねちゃんと入るかなと思ったけど、なんか最近私思ったの、もう着られないなら痩せればいい、ただそれだけの話。似合わないなら似合う人間になればいい、ただそれだけの話と思って、とりあえず着たい服を買いました。これを着こなせる女になるように頑張りたいと思います。着てみようかな、せっかくだから。ちょっと着てみるわ。少々お待ちを、少々お待ちを。いやー、どこで着替えよう。これカメラ映んな、結構こっちで着替えたら、どこで着替えたら映んない、ここまで行ったら映んない、ここまで行ったら映んないね。今回ワンピースがすごい多いんだけど、やっぱ私コーディネートするのがすごい苦手だから、ワンピース着といたら、間違いない。じゃないけど、大きく外すことはないじゃん。だから今回ちょっとワンピース多めに買っちゃいましたが、あ、どうですか？来ました！かわいい！ちょっと私にもうちょっとくびれがあれば話は変わったんだろうな。かわいいお洋服ですね。似合わないな。いやでもこれが似合う女になりましょうってことですよ。痩せますね。痩せて女子力高くしますわ。続きまして、エモダの服。これもワンピースです。ちょっと大人っぽい感じのワンピースですね。はい、こちらです。ちょっと大人じゃない？さっきより。ちょっと大人系のワンピースです。9000円ぐらいしました。このワンピースにベルト巻くといいですよということで、ベルトも買いました。黒のベルト、着回しが効くかなと思います。5000円ぐらいしました。このワンピースとこの黒ベルトでちょっといい女になりたいと思います。可愛い女もいいけど、かっけえ女にもなりたいから頑張りますね。続きましてこちら KBF。 これもあれですね、エモい感じのやつです。これ何の写真なんだろう。これマジで何の写真かわかんないけど、秋だしベージュがいいんじゃないかなって思ったので、一緒に入れてた友達もね、いや秋だしベージュがいいよって言ってだからベージュにしました。これ4500円ぐらいですね。とインナーとかにしたらいいですよって言われたから、無地のやつ1個買いました。これも4000円ぐらいしたんだけど、今思ったらもうこういう無地のやつは GU とかで買えばよかったなってちょっと思った。 GU とか島村とかってちゃんとうまいこと使ったら絶対いい商品いっぱいあるからさ。あ、でも買いました。はい、これをなんか下に着てこういうジャケットとか着るとおしゃれですよって言われて、次ジャケット買いました。てれてー、こんなんもうジャケットとか着だしたらもうさ、おしゃれよね。着たことない感じのやつです。色もめっちゃ秋じゃない？秋ってさ、この色って感じしない？このジャケットが8000円ぐらいですね。今回ね、
なんか多分見てる人からしたらちょっとお高めの服ばか買ってんなお松って思われるかもしれないんだけど、私も来月26歳になるからちょっと奮発して大人が買う服を買おうっていうのが今回のテーマでございます。前回バーバパパの部屋着とか買ってたけど、今回はもうバーバパパとか買わない、カラフルネスとか買わない、大人のお洋服を買いたいと思います。 KBF 最後はこちら、またワンピースでございます。シャツワンピてってれん、これもなんかちょっと秋っぽいなと思って買いました。せっかくなんで着てみますか。こう見るとワンピースばっか買ってんね私、やっぱり薄々自覚はあったのよ。あ、後ろのチャックが外れない、後ろのチャックが外れない、待って、ムリンゴ、後ろのチャックが外れないインゴ、株式会社ムリンゴ、え、取れないんだけど、これどうやって、あ、分かった、下から脱げばいいのか、ちょっと待って、めっちゃ時間かかるわこれ。それか汗かいた、買ったばっかりの服着た時にさ、めっちゃ汗かいたらさ元気失うよね。よいしょ、あー無理無理無理、ムリンゴ、ムリンゴです。このワンピースの値段言ったっけ、6900円プラス税だから7000円ちょっとぐらいですね。来ました、これはさ、どう、縛っちゃえばいいのかな、完全に。ちょっと鏡見てきていい、これ合ってる着方、これでいいのかしら、え、これ合ってんのかな着方、なんかさ、もっとさ肩出してた気もする、これ開けんのかな、ちょっと待って、これちょっと難しいかもしれない、でもなんかこんな感じだった、こんな感じでワンピースっぽくも着れるし、なんかここ開けたらロング羽織みたいな、なんていうのそれ、上着、上着としても着れますよみたいな言ってたお姉さんが、羽織としても着れますし、ワンピースにもなるから2名サマーバケーションですよみたいなことを店員さんは言ってました。この値札切りたい、この値札すっごい切りたいんだけど、ハサミがない、ハサミが。続いてこちらです、ミスティック、ミスティックのお洋服はね、ザ女子って感じなの、着こなせるようになりたい、これもコートとしても着れるしワンピースにもなりますよみたいなやつらしいです。こういう感じです、はいのやつ、これ1万円ぐらいしました。とちょっと早いけど、そろそろ着る時が来るんじゃないかなと思ってニット買っちゃいました。くすみピンクみたいな女子が着てそうなニットと、このニットに合わせたらおそらくすごいおしゃれになるんだろうなっていうスカートです。着てみるか、これもせっかくだし、え、待って、スカート入らないかもしれない、これスカートめっちゃピチピチ、ちょっと待って、スカートめっちゃピチピチだわこれ、やっぱ、あ、入った入った入った、入りました、ちょっと待っててください、え、待って、これさ、待って、ちょっと待って、スカートやばいかも、閉まんないかもしれない、あ、ね、これさ、コーデは可愛いけどやっぱちょっと私が着るとなんかちょっと、なんなんだろう、多分デブだからなんかズドーンって見えちゃう、まあこれ店員さんにしてもらったからコーディネート自体はすごい可愛い気がする。おしゃれってむずいな。マネキンが着てるこのニットはもっとおしゃれだった。私が着ると庶民みたいな感じがちょっと強く出ちゃうからさ、あとやっぱちょっと痩せるわ、痩せなきゃ始まんないな、これはもう。スカートもねギリギリ締まったけど、言ってしまえばウエストピチピチなわけですよ、痩せよう。おしゃれは痩せるところから始めないとおしゃれにならない気がする。このニットが7000円ぐらいでスカートが8000円ぐらいでした。ごめん、まだ終わってないの商品紹介は、袋破いちゃったからないんだけど、カスタネで買いました、羽織物ですね、何に羽織っても別に変じゃないですよみたいな感じの羽織物と、あとこれね店の名前を忘れちゃったんだけどスカート買いました。これなんて読むんだろう、ここのブランドのスカートで、これなんて読むんだろうね、アルチビエス、アルチビエスのスカートです。5000円ぐらいで買いました。何にでも合いそうな、普通に白の T シャツとかも履いてもらうだけでもそれっぽくなりますよってお姉さんが言ってた、それっぽくなりますよとかさ、このレタンが出ますよとか、わかんないよね。はい、そんな感じで秋服多分10万円分ぐらい一気に買いました。これを上手に着こなして、この秋冬は過ごしたいと思います。私さ、最近結構さ、お金使いすぎじゃね?みたいな説が出てるんだけれども、動画以外で一切お金を使っていないと言っても過言ではないぐらい普段お金を使わないので、服とかも買わないのよ、普段。だから動画で企画にして無理やり服を買う環境を作ってやっと買うぐらいだから、いつもいつもこんな爆買いしてる爆買いおばさんじゃないので、そこだけは注意してほしいなと思います。はい!そんな感じで、女に目覚めました、25歳。頑張っていきたいと思います!はい、というわけで、私もみんな素敵な秋を過ごそうね!このさ、副紹介とかの終わり方わからないよね。バイバーイ!でいいのかな?すっごい元気よくバイバイで終わったらいいのかな?せーの!バイバーイ!終わり方わからん。チャンネル登録よろしくね。はい、というわけで、秋服10万円分約買い放題したんですけれども、紹介するの忘れたやつ1個あったんで一応しときます。これ、マウジーノ。マウジーノ。これなんて言うんだろう。お靴です。お靴ですね。そう、で、ガガちゃん。マウジーなのか、マウジーなのか、マウジーなのかが分からへん。私はマウジー。マウジー?マウジー。ガガちゃんがマウジーって言ってるから、じゃあマウジーが正解なんだと思いました。マウジーって言い出した瞬間、何言ってんのかなと思ったよ。あと、そう、
これ、ジーナシスでも服買いました。ザ・秋みたいなシャツとホルダー、出し方無難、いいやん、超無難、何にでも合いそう、クロスカートと羽織を着るときに着るよう、あの何にでも合いそうタンクトップ。大人な女性、大人な女になろうと思います。お値段がこのシャツが6,500円、タンクトップが4,000円、グリッタープリーズってプリーズってスカート、うん、スカートが6,000円でした。イエーイ。でもトータルだから17,000円ぐらいでコーデができましたね。まあ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 、あの安くなく高すぎずちょうどいいんじゃないでしょうか。みんなもジーナシス着ようね。ジーナシス。